皆さん、こんにちは。渡辺和美です。いわゆるマイギター、これまではファクトリーメイドのギター、つまり、技術者、工場の技術者さんたちが、何回もの工程を、経て、何人もの手を通ってですね、一本のギターが出来上がるという、そういうものだったんですけれども、今日は、ギタービルダーが一人で、材料を選んで、そして切り出して、完成するまで、やるというワンオフというですね、ギターを紹介したいと思います。今日のギターはエイブ・リベラというギターで、まあ、エイブ・リベラというのはそのギターを作ったエイブ・リベラさんの名前そのものなんですけどもね、このギターに出会ったのはそうですね、いつ頃かな、1997年に、ある、ギターマガジンのですね、ギターの雑誌の取材の方が、うちに来てですね、まあ、インタビューを受けたんですが、その時に彼が自分の持っているこのエイブ・リベラのギターを持ってきた。まあ、今考えればギター自慢だったわけなんですけれども、このギターはもう日本に、いやなかなか入ってないし、自分は特別にエイブに、ニューヨークに行って制作を頼んだと、そのギターを見せられてですね、非常に素晴らしいギターだったんです。で、まあ、彼が言うには自分を通せばエイブに紹介してあげるということで、エイブを紹介してもらい、最初は多分電話をかけて、国際電話でエイブとやいやみたいな感じでね、ギターを作ってほしいんだみたいな話になったんだと思います。で、まあ、今みたいにメールとかね、そういうインターネットの活発な時代ではありませんから、ギターのこんな感じで、材料はこんな感じで、デザインはこんなのがいいとかね、そういうのはファックスを使って、やり取りしていた、そんな時代でした。それでちょうど、1997年だったかな、その、まあ、紹介してもらう年に、たまたまニューヨークに、コンサートをやる機会があって、それはニューヨークのジャパンソサイティで、その前の年に作ったエスプリというアルバム、ミノシネルと、スクリー・スベリストのトリオで作ったエスプリというアルバム、これに、ピアニストの山下洋介さんに入ってもらって、コンサートをやったんですが、その時に初めてエイブに会いました。コンサート来てくれて、で彼が言うには、自分にギターを作るのを頼んどいて、材料をこうしろとかデザインを合わせろとかね、いうのはお前が初めてだと。しかし、まあ今日のプレイは気に入ったんで、ギターを作ってやるが、ちょっと手を見せろというんですね。なぜかと思いましたらば、その彼は弾くプレイヤーに合わせてそのネックの太さとかね、そういったものを調整したいという、ことを言ってくれましたんで、僕の手を見て結構小さいなと、じゃあそういうんで弾きやすい、ネックにしようという、ことを言ってくれました。まあ、エイブ・リベラのギターというのは、パッド・メスニーじゃないや、パッド・マルティーノさんが、使っているので、当時日本で有名だったんですけども、実際に使っているのを見たことがある、ね、のは日本でなくて、それでですね、僕はパッド・マルティーノが使っている、セプターって言ったかな、ソリッドタイプのボディで、作られている、まあ、そのギターをオーダーしました。で、まあ、1年間ぐらい経って、翌年の1998年、ピアニストのゼルマコト君とダンディズムというアルバムをレコーディングするためにニューヨーク行った時にギターが完成したというんですね、そのギターを取りに行きましたところ、俺は君に頼まれた以外にもう一本作ったと、つまり2台作ったと。でもう一本の方は自分の好きなように勝手に作ったんで、まあ、もし気に入ったら、まあ、持てってもいいよと、そんなこと言ってくれたんですけども、その時のギターがこの、まあ、彼の生産ラインの中ではビバップという、ね、呼ばれる、ギターです。ソリッドではなくていわゆるフル箱の形になっているんですが、まあ早速ねちょっと音を聞いてみたいと思います。
非常にこう、キレの良いというか、きっぱりとした、感じ、がしますね。エイブさんとしては、プエルトリコという、ところの出身で、ニューヨークに出てきて、まあ、随分苦労して、ギターを作り始めたようですけれども、まあ、このギターの本当に面白いのは、彼の、なんていうかな、木工技術というか、そういう、ところが随所に生かされていて、まあ、工芸品といっても、いい感じですね。まずなんかこういうネックの裏のここら辺にこういうハートのマークがついてたりとか、これこういうギターのボディの裏側の下にですね、まあ模様がついてたりとか、それからネックのこのちょうどハイポジションを弾くときには親指が当たるあたりにこういうなんかね、彫り物がしてあって、これエイブになんでこんなことしてんのって言ったら、指が当たると気持ちがいいだろうってね まあ、いい感じ、まあ、確かにいい感じですけどもね。普通のギターだとここは滑らかに仕上げてスムーズなフィンガリングとかやるんですけども、あえてここにこうハードのマークなんかついてるね、しています。それでファックスでやり取りをしているときに、彼から質問があって、君が送ってくるそのファックスの便箋、ファックスの、まあ、パッドっていうかな、ノートに、サイコロに羽が生えたマークがついているけど、あれは一体何だと。それは、僕の、まあ、トレードマークで、去るところで見つけて気に入ったんで、自分の、ロゴにしているみたいなことを言ったらば、じゃあそれをギターに彫ってもいいかって話になってですね、それがここにあります。このサイコロにね、羽が生えて。で、これ実はね、本当のサイコロだとありえない配列なんですね。サイコロっていうのはご存知の方もいると思いますけども、裏面と表面を合わせると7つに数字がなるようなのが、決まりで。ですから、これ5でしょ。で、上が2だから、本当はこの2っていうのはこの5の裏側になきゃいけないはずなんだね。それがここにあるっていうんで、まあ、インチキサイコロというですね。なんか、そこら辺も結構、気には入っているんですけども。それから、まあ、ちょっと皆さん気がついたと思いますが、この、ここもサイコロになってるんですね。これはイブさんのオリジナルじゃなくて、このギターを使うようになってから、日本で、別のギターの制作してる方が、なんか和美さん、こんなやつを見つけたんだけど、ギターにつけたら面白いんじゃないかってね、サイコロ好きの私に、こういうサイコロの形をした、ボリュームとトーンのノブを進めていただきまして、早速採用いたしました。四角いので、演奏中に、ちょっとカクカクして、実はあんまり使いやすいかというとどうなのかなっていうところもありますけれども、まあそれはシャレでございましてね。そうですね、じゃあこれで、ちょっと一曲なんかやってみましょうね。Thank you.
私とパートナーの谷川高校の共作で、ソレイユという曲。これは、ギターイズビューティフル KW45 というアルバムの中では、マイクスタンド、オーディオでね、演奏しております。時々こう質問のようなのが寄せられまして、カニムさん、いっぱいギターを持ってますけども、一体どんな弦を張っているんだよと、聞かれることがあります。大体、普通のソリッドギターにはですね、010から046という、極めてノーマルな、ライトゲージ、を張っております。それから、セミアコのギターとか、いわゆるフルアコのジャズギターでボディの割と薄いようなものには011から050とかね、それぐらいの、ミディアムライトゲージ、ピッキングのニュアンスとか、指のフィンガリングの、テイストが出やすいような、ビブラートなんかもね、かけやすいですけども、そういう弦を張っていることが多いです。そして、アコギなんかもね、今度は012から052とかね、053とか、そういった、弦を張ることが多いです。そして、このギターはなんとですね、013から052という割とヘビーめの弦を張っているんですね。で、何の弦を張っているかというと、私がずっとこのギターにはなんかこれが合っているんで、ずっと使っている、トマスティックインフェルドというですね、インフェルドというメーカーの弦です。このメーカーはなんか1919年にもともとバイオリンとかそういう弦楽器の弦を作るとこから始めたみたいですから、創業もね100年以上、ギターの弦は、第二次世界大戦が終わった後に作り始めたというので、1950年代ですね、作り始めたようでございますが、私となかなか似たような歴史の弦のメーカーで、太いんだけども3弦がね、021っていう、割と、ライトな、ライトでもないけども、巻き線ですが、ゲージになっているので、そんなにこう弾いてて、手が死ぬっていう感じではないんですけども、もちろんそれなりの、テンション感はあるんですけれども、それがこう楽器とのね、相性でなかなかいいんじゃないかっていうね、感じがしています。ここで今日の特別企画。このギターを実際ライブで弾いている映像があるのでね、ちょっとそれをここでご紹介しましょう。どうぞ。今見ていただいたのは、2000年のニューヨークボトムラインでの私のライブで、カズミ・ワタナベ&ニューヨーク・フレンズ One for All というね、収録した映像の中からちらっとですが見ていただきました。ギターは、もう一人ラリー・コリエル、そしてベースがジョン・パティトゥッチ、そしてパーカッションが、ミノ・シネルというですね、メンバーで、私のユニコーンという曲をね演奏しているのを、聞いてもらったわけなんですけれども、そうですね、やっぱりこういう、フルアコースティックのギターっていうのはあんまりこうエフェクターをかけるという感じではなくて、生のこう鳴りっていうかな、こうアンプを通すと、こういう感じですが、例えばアンプを出すね、もうボリュームを絞ってですね。
とかするときに、レコーディングなんかのときに、生の音でここにマイクをセッティングして弾いてみるなんていうね、こともね、試してみることがあって、それまた新しいギターのサウンドの発見、いわゆるアコースティックギターじゃないですけれども、こういうピックギターのなんかシャリシャリ感っていうのを取ってみることなんかもあります。今日はこんな感じですね。エイブリー・ウィラーの話をしてきましたけども、まあ、彼がその2台、作って、1台頼んだのに2台作って、それで、持ってってもいいよって話をした時に、なんかね、ギターを受け取ったら彼がちょっと涙をこうポロッとなんか流してるような感じがしたんで、彼が部屋出て行った時に、ちょうど一緒に来ていた、彼の、まあ、バンドをやってるんでね、エイブリー・ウィラーの、バンド仲間の人に、なんでちょっとあんな 感じがしたのかなって聞いたら、いやー、彼がずっとこのギターを作ってから、自分のバンドでもこのギターを弾いていて、風見が来たらこのベイビーは風見のとこに行っちゃうんだよってね、なんか言ってたっていうんで、なんか僕もちょっとほろっと押しました。だから本当にね、大事にして、使っていきたいんですけれども、エイブさんは昨年の亡くなられたということで、まあ、ふるさとのプエルトリコに帰られたということだったんですけれども、まあ、彼に僕のギターも聴いてもらうことはできないんですけれども、しかし彼の作ったギターはずっとこれからも残り続けていくという、そんなことをかみしめつつ、私もギター人生を送っていきたいと思います。それではまたお会いしましょう。いわゆるマイギター、渡辺和美でした。さよなら。